はい、こんにちは。小島漁師浜優と、じゃあ松岡さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。あら、なんか声がだいぶ小さい。ちょっと恥ずかしくなって長い間出てないんで。2週間ぶりぐらいかな。こちら、あれ、買ってきた新鮮があるんですよ。変わっとるやん。そうなんですよ。で、今秋で牡蠣が美味しいし、うん、取れる季節じゃないですか。いいっすね。今日はそれを松岡さんと取りに行きたいと思います、はい、幸運の女神を乗せて果たしてどれだけ取れるのか行きましょう。行きましょう。ちなみにこちらのパーカー、ティゴラさんにいただきました。ありがとうございます。僕も言うとって水野好きなんですけど。水野さんもお願いします。でカッパの上着るんで、これは脱いでいきます。そっか、野球やから水野なんや。水野 T シャツとかも結構俺着て出とると思うんやけど。初めて知った。はい、じゃあカッパを履いて、今日はカッパの上も着て、おるかな。なあ。なあって。よいしょ。はい、じゃあエンジンかけて、デバッグしていきます。海のところに来たんで上げていきたいと思います。ちょっと今日風強いんで、アドリブでねカメラ回していきます。そしてハタを松岡さんがゲッチュ。おい、かかっとん。かかっとん。動機引っ張ってみるね、うん、伸ばしつつあれして。あ、オッケー。取れた。なんか急にかかってる時はね、四方八方いろんな方向に伸ばして引っ張るといいです。まだかかった。まだかかった。いや、オッケー。こんなことある？なかなかないっす。あ、取れた取れた。じゃあローラーで巻いていきます。さあ、果たして魚がかかってくるのか。まず鉛です。はい、じゃあ網が上がってきました。こういうゴミが来たら外します。なんちゃおらんな。また浜辺でビール飲むしかないんか。お、なんか来たね。ソコベラとガガナ。こちらソコベラとガシラが来ました。お、なんと昼間やのにでっかいオニオコゼも。オニオコゼ今相場いいんやって。昼間でもこんなんかかるんや。ガガナがおるよ。ガガナ。お、またガシラ。磯立てみたいになっとるな。ほんまや。またキョンじゃん。またキョン。アコウのちびっこや。でちびっこアコウも来やした。おお。お、なんでなんでヒラメ。嬉しい。昼間に動きようやな、こやつら。なあ。もうええヒラメやで。ええヒラメや。ちょっとまたがな、船回します。網がねじってる場合はね、船を回してねじりを直します。これもね、方向間違えるともう一回ねじるんで気をつけましょう。直った。直った直った。もう風でね、後ろから追われて船がどんどん流れるんで余裕ないです。本命のハギが一っちゃおらん。やのになんかヒラメとかええもんが取れて、まあええんやけど。あ、またあこの子です。風強っ。まだこれこの船やからいいけど、前の船やったら。あの大きな順ならんな。なんで小豆島は順ならんの。え、なんて言うの。ほんまは順ならん。あ、そうなんや。カレーが来ました。朝網やってもかかるんですね。魚を外したいが、とてもじゃないが船が間に合わん。お、でかっ。なんとヒラメ2枚目。嬉しいけど風がちょっと。ヒラメ、こんだけで来た甲斐がある。食べるのが早いんや。早い。クリーム。お、サザエ、でかっ。お、ほんまや。でかサザエ。ガシラ。ガシラだけで半箱できる。もう一匹ヒラメ来そうな予感するでな。遠いな。急いで食った方が遠く感じる。お、ハギや。あ、来た来た。ついに一匹ハギが来た。え、一枚ハギ。一枚。なるほど。まだ暑いからかな。水温が。ああ。なあ、水温は高いよな。さあ、あと残り30メートル。なんか栄養かわい。あ、終わった。はい、じゃあこれだけのねお魚が取れました。ヒラメとか、まあおこぜ危険ですね。気をつけて。とりあえずヒラメをね急いで外していきます。もうね多少破れてもいいんで、ある程度出したらもう破っていく。深網かぶってますけども、ちょっと生きる優先で破ります。はい、これで OK。 いいヒラメですよこれね。松岡さん、あ、いいっすね。さあ、生かしましょう。じゃあ急いでヒラメ生かします。よいしょ。もう一匹もう一匹。
ヒラメは息が一番大事。ここにおった、埋もれてる、破れてる、ラッキー。いいヒラメ、いいヒラメですね。じゃあ2匹目もゲッチュ、生きてる。よし、寝かしていきます。はい、じゃあ松岡さんと残り外していきます。疲れましたね、短かったけど。疲れるわ。サザエは引きちぎっていいんか。ああ、超少々ならサザエを引きちぎるみたいな語弊がある。網やな、網。どんな怪物やねん。はい、じゃあ帰ってきました。取れたものを生かしていきましょう。いいヒラメやな。いいヒラメです。じゃあ取れたものがこちら、ヒラメ2枚。いいヒラメ、よく超えてます。それからまあカサゴが何匹かですね。それとハギが1つ。はい、じゃあハギじゃない、いろいろ生かします。じゃあこれ潰しておいて。今日はハギ全然でしたね。まあなんとか顔見れたんで、そのまま次の量いきます。はい、というわけで残念ながら松岡さんとは取れなかったんですけど、こちらのカワハギ、僕一人で取ってきました。その時の様子がありますので、レッツゴー。はい、それではハギの捕獲シーンを見ていきましょう。まずですね、1匹目早速ハギが来ました。でちなみにこ、あ失礼。まあやっぱりね、画面をきれいにしないと、もう色移りもめっちゃ変わったじゃないですか。画面をきれいにしないとね。僕も GoPro のね、汚れた画面はね、別に舐めたいわけじゃないんですよ。皆様にきれいな映像をお届けする、そのために舐めております。で、取れたハギを外していきます。で、何やらちょっとだけ興奮している声が聞こえますが、この画面の右奥にね、巨大トビエがいるんですよ。これが来てね、大変興奮しておりました。で、ハギを外していきます。カワハギぷっくら超えてますね。2匹揃って可愛らしい。これをイケメンの中で生かしておきましょう。さあ、それではその後も繰り進めていきます。で、ハギが来て、メイタガレイが来て、この日はですね、メイタガレイが非常に多くて20匹ぐらいいたんじゃないでしょうか。その後もハギがね、パラパラと来ております。で、またハギが来て、で、網もくり終わりました。で、取れた魚が、まあ、途中外してるんですが、これだけで、また別日ですね、取れたハギを見ていきましょう。まあ、ハギだけ全部追い取ったんですが、ハギがだいたい10何匹でしょうか。皆さん大好き水中映像をお届けです。こんな感じで大変可愛らしいですね。ペットにしちゃいたいぐらい可愛いです。で、こうやって寄っていくと目もね、眠そうですね。それがまたいいっていうかね。で、上、上下のヒレみたいなので直立して泳いでます。で、正面から見ると大変細いのが分かりますし、口もなんか可愛いですね。じゃあその可愛いハギを締めていきます。しっかり締めて血抜きをしてあげて美味しく食べましょう。エラの、まあ、付け根というんですかね、そこの背骨を断ち切っていきます。で、全てのハギが締めれたら、しっかりと血を抜いて持って帰って食べます。はい、はい、というわけで捕獲シーンいかがだったでしょうか。今年はね、カワハギがあんまり取れる前にもう冬が終わりそうです。で、今回こちらの見事なカワハギを使ってですね、痛風丼を松岡さんと前作ったんですけれども、今回は痛風丼貝をね、作っていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、で、こちらの見事なカワハギ、こちら締めております。で、1日経ってるので全体的にちょっと白っぽいです。で、皆さん、これオスとメス違い分かりますか。そうですね、こっちがオスでこっちがメス。オスの方はね、ここ、こんな長いのがあるんですよ。で、体表は非常にサメ肌に似ております。ザラザラとしてます。で、ちょっとね、調子乗って締めすぎちゃったんですけど、僕がね、一番簡単だと思うやり方でやっていきます。まずここにもう包丁のかかと当ててトントン、まあ毎回やってるんですけどね。で、ペリペリっと剥いてあげます。はい、こんな感じで、ちゃんと冷やしてあげてた方が肝臓がね、しっかり固まるので、さばく前に冷やしましょう。じゃあこれを全部やっていきます。はい、というわけで全部の頭と胴体が分かれました。で、次はね、この子から肝臓をね、取り出していきます。はい、じゃあ肝臓を取り出していくんですが、このまま行くと苦玉が潰れる恐れが非常に高いので、水をかけながら外していきます。こうすることでね、まあ多少は大丈夫です。はい、こんな感じでうまそうな肝が取れました。じゃあやっていきます。はい、で、最後の1個、取り方を教えします。まあ僕の場合もここから親指突っ込んで、で、こうもう苦玉口持っていく感じです。で、苦玉で注意してほしいのはね、こういうね、小さな糸、ここにもね、液が入ってるんで、なるべくこっちの方からもう、まあ、こっち口取ってあげるとすると綺麗に取れる。
はい、それじゃあ頭と大量の肝が取れました。でこちらの頭なんですけど、食べるとこほとんどないんですけど、今日味噌汁しようかなって時は皮むいてあげて汁の中に入れると出汁が出ます。で肝はね、塩水につけて一旦冷蔵庫に入れておきます。臭み抜き血抜き。はい、じゃあ次はこちらのこの子のお腹を全部きれいにして、で一番手間のかからない方法でやっていくんですが、包丁の切れ味が悪くなるので悪くなりにくい出刃にします。ただね、この大きさでこれは難しいんですけど、こうやって研いでいって、研ぐんじゃないわ、やっていって返して、でね、やりにくい時はこうやってちょっとあの逆さ包丁入れてあげて、で皮に切れ込みを入れる、で包丁を入れていきます。いいんじゃない。で中までいったら通して、でこうで、こっちもこうして、はい、 OK。 でさばいた方もいい感じですね。次反対いきます。先に逆さ包丁ちょっと入れて、で包丁を入れていく、こうやって上げてみながら、でもうこのままいこうか、このまま中骨断ち切って、で奥までこっち行って、でこっちも入れてあげて、でいく、で反対で、こんな感じで骨と身に分かれたら、またね包丁を持ち替えて、次このあばらをね、さっき取ります。あばら骨を薄くすく。うまっ、今日の俺はどうした。でこっちは反対からすいてあげましょう。スーッと、ちょっと行き過ぎた。で皆さん、この皮はどうするのって思いかもしれませんが、この皮を下にして、ここの血合骨の下側、ここをまず皮まで入れてあげます。1本入れて、ほんで包丁を横に横にスライドすると、薄皮もね一緒に取れるんですよ。でちょっとね、カッコつけてる割に失敗したとこはリカバリー。おう、ちょっと失礼。で今ね、親父から電話かかってきて、ハマチがね湧きまくっとるぞということで、早終わらせて釣り来いということなんですが、 YouTube 第一ということでゆっくり行きたいと思います。ほら失敗した、親父のせいや。 OK。はい、じゃあこんな感じで身と血合骨と皮だけ、薄皮もこっちにつく。なんと便利な魔法でしょうか。はい、じゃあもう一回いきます。こうやって縦に包丁を血合骨のとこ入れて、引く時にもう横にすると、でまた横に切って、はい、この感じで反対も同じようにこう切っていって、横に横に切っていきます。よっしゃい、 OK。でせっかくなんで2匹はね、ちょっと皮を剥いであげましょう。で皮を剥ぐときはちょっとね、切れ込み入ってる方がねやりやすいんですよ。切れ込み入れてあげて、まあ全面というかこの4目入れてあげて、まあこれでいくか。でこの皮だけ持って指で押して、で剥いでいく。うまくいかんかった、こんな感じで。反対も皮切れ込み、はい、で皮が剥げたら同じように下ろして、こんな感じ。はい、で全部さばいて、もう腹骨もすいたんですけど、まだね血合骨とこれ薄皮がね残ってるんですよ。まあ、皮を剥ぐ作業がちょっと手間なんですが、これもね同じように真ん中残して薄皮だけ剥いでいけます。じゃあこんな綺麗な薄皮が出てきます。だからね、なんだろう、剥ぎたい人は剥げばいいと思う、剥がなくていい人はいいんじゃない。でこの感じ。はい、じゃあ結構身ができたんですけど、残り3つ僕の好きなようにやっていきます。剥ぐ音がね聞きたいだろうけど、もうこれでいきましょう。はい、というわけで大量の身と肝になりました。で前の通粉丼だったらこのまま切って混ぜ合わせるだけなんですけど、今回は一味違います。ではいつものフードプロセッサーを準備して、で蓋を開けて、この中に大量の身を入れます。それから生肝も入れる、で追い肝もして、で身もいたします。そしたら蓋をして、でレッツゴー。はい、 OK。 で中を見るとこんな感じ。おお、ネギトロみたいになってる。でこっち持ってきて取ります。すっごい油だ。おっと、ここで松岡さんからお電話です。もしもし。あ、ごめんごめん、今仕事終わったんや。うん、今から行ったらいい？お願いします。了解、ほなすぐ行きます。はい、はい、というわけで急遽松岡さんから連絡が来て、準備しましょう。はい、で米ついでいきます。もう多分松岡さんも来ると思います。あ、あ、どうぞ。失礼します。いや、かしこまって。作って仲良くしてるみたいじゃないですか。はい、というわけで松岡さん、はい、以前痛風丼を作ったと思うんですけど、あ、はいはいはい、今回はですねこんな感じでミンチ、ミンチ、肝も全部入れて、これをぜひよそってください。これに入れたらいい。これにもう
離れん離れてますね。いやこれもうそれはこうの方がいいんじゃ、埋め尽くさんばかりに。あ、いいですね。はい、オッケー、ありがとうございます。でここにネギをパラパラっと、はい、まあネギトロももうあの萩版なんでパラパラと。あ、うまそう。はい、オッケー。でそこにあの僕が用意したわさび醤油があるのでそれをかけてください。あ、これもこのままいっていい、プスンで。はい、プスンって何？スプン。はい、というわけで松岡さん盛り付け、何やったっけ、ミンチ通風丼。ミンチ通風丼はい、というわけでミンチ通風丼の完成です。うまそう。なんかあのあれですね、あのフレーク、肉のフレークみたいな、うん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 、匂いもなんか美味しそうな匂いがする。というわけで完成しました。それじゃあこう通り通りはい、というわけで完成しました、浜ゆう特製なんだっけ、ミンチ通風丼、ミンチ通風丼、ミンチ通風丼の完成です。そしてこれは僕が片手間に作ったお刺身。それじゃあ食べよう。はい失礼失礼、もう一回ワンテイク。それじゃあ食べよう、始めようか。はい、それではいただきましょう、はい、いただきましょういただきます、いただきます。はい、じゃあまずはミンチ通風丼からいただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。醤油もいい。いや、もうどうしよう、ネギトロって結構醤油塗った方がいいみたいな。うん、そうやね。でもかけんけどね素材の味をじゃあいただきます。いただきます。うん、うん、めっちゃうまい。これやばいね。ええ、めちゃくちゃうまいよこれ、うん、これあのミンより、ほんまミンチの方がいいわ、うんうん、3匹分ぐらい使ってるけど、うんうん、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい、うまいしか出ん。うん、もう身がふわふわで肝のコクとめちゃくちゃ合う、うん、今までの丼の中で一番うまい。カンジャンケジャン丼よりうまいかもしれない。いや、美味しいよ。うん、もうさっきのなんかもう半分食いたいはい、じゃあ次は刺身を肝乗せてこれでいただきます。まあ、これが一番うまい食い方ですからね、うん、いただきます。いきます。うん、うん、これはこれでうまいけど、うん、こっちのインパクトが強すぎて、うんうん、なんかいつもだけの感動がない、いつもの感動がない。ミンチにした方がこの肝がめちゃくちゃ甘くなるというか、うん、全部が甘いよな、うん、混ざって超めちゃくちゃうまい。ほんまにこれぜひやってもらいたいですね、肝はミンチ。はい、じゃあ松岡さん、はい、もうほとんど全部食べてます。はい、あとはゆるりといただきましょう、はい、いただきましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。無事に美味しいかき丼、はい、思いつきで作ったんですけど、うん、やばかった。いや、めちゃうまいよ。思いつきじゃないよね、じゃないよぐらいの、うんうんうん、100年ぐらい研究したんかな、うん、ほんと美味しかったです。はい、はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。